そうなんや。アイアント未来か。すごい。そうなんや。全書いたぐらい同期は全部書きましたね。そうなんや。そう。こんばんは。髪の毛嘘よかったです。ちょっとでも暗いですね。お、すごい。またレインボー、ミラーボール。ミラーボール来ました。お、ミラーボール。何でしたっけ？何やってましたっけ？ミラーボール。ティーユー、ティーユー、ティーユー、ティーユー。やってた。懐かしい。やってました。ケンイチさん、ファントムさん、トリコムさん、ありがとうございます。漫才始まったって感じでね。そう、漫才だと思ってるの。お母さん今日はありがとうございました。お母さんいっぱいいましたね。いましたね。マママッサージ行きたい。マッサージ行きたい。アロママッサージ行きたい。マッサージして。今3人 NG です。 NG です。NG ですで、なんか悪いことしたみたいな。本当ですよ。わーい。でもしんどいのに、もうやばってしんどいのにマッサージさせられてますね。終わった。やった。ヒューカーめっちゃ楽。まあ、先輩に肩揉まされてます。あー気持ちいい。皆さん見てください、肩揉まされてます。イエーイ。痛い。かりんちゃん優しくして。痛い。あ、もう痛くしたらヒューカーにしてもらわれへんくなるから優しくして。痛い。全部巻き込まれる。優しくして。そうだそうだじゃないでしょ。あ、気持ちいい。めっちゃ力加減いい。おお、すごい。うまそう。ゆめさん、ゆめさん、ゆめさんって足のマッサージめっちゃうまくなってる。めっちゃうまい。え、ぜひあのウーカの YouTube 見てください。見てください。ぜひ見てください。もうね、すごい。プロ。肘でやってますよ。肘見えないんですか。肘マッサージしてますわ。あ、すごいすごい。肩甲骨剥がしされてる。肩甲骨えぐられてる。あー、いいね。だからマッサージしてほしいから言ってな。今日はミラーボール中マッサージにしたらって。やばい。マジで投げんといてくれ。みんな投げて投げて。いや、手に回ってない。おー。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。ファンサービスしてます。みんな羨ましいでしょ。ゆうちゃんのマッサージ独り占め中。あ、銭湯みたい。あ、いい力加減だ。ありがとうございます。ゆうみママのマッサージ高いで。高いよマジで。手つきがめちゃめちゃプロ。親指がプロ。昔からさ、あのおばあちゃんとママにさ、めっちゃやってたから、うん、あー、わかる。もう足のマッサージの仕方がもうオイルつけるしな。すごかったです。気持ちいい。もういいですか。ありがとう。でもミラーボールまだもう。ありがとう。ありがとう。でも本当にあとちょっとで理想の長さですね。はあ、あれ切ったっけ。え、昨日ちょっと整いました。前髪ね、顔と顔で前髪パッツンなってる。整わせてもらいました。そんならなだけど伸ばしてます。前髪を、うん、あの、あ、じゃ前髪じゃない、髪色どっちの方がいいですか、やっぱ明るい方がいいですかねみたいな、うん、まあ前髪パッツンするんやったら明るい方がいいよって言ったら、こけしみたいったらな、うん、やめてくださいよ。今日本番前にこけしみたいだね。そうやね、こけしみたいやなと思ったけど、はい、それでも可愛いから、うん、遅かったです。でもそのフォローがもうこけしって言いようが投げ捨てられた後だったんで、私こけしみたいなんだ。フォローになってなかった。あ、はい、なってなかったです。でもくじり前髪切ったらいつもその時期通るような、はい、あ、そうなんです。一旦こけしになるんです。で、どんどん馴染んでいく。そう今日かりんちゃんめっちゃ笑ってきてんけど。なんで今日めっちゃなんか面白かったんです。なんかゲスな夢がね、うん、こう出てきてパッて目があって、うん、そっからこうこうやってこうなんていうの、睨み合いながらやるっていうのなんですけども、出てきた瞬間から面白くて。じゃあもう変なセットにしてないんだよ。絶対こう肩で風邪ひいて出てきてたんやろ。違うよ、私はもう絶対笑っちゃうから、ここにあのこっち噛んでてん。あ、下は。そうなんだ、うん、ちょっと噛んでていいな、うん、そしたらこじりがって顔してきたから、もうあかん、笑っちゃうと思って。こじりは別にな、私のこう通るからな、顔がお客さんの向きじゃないの。そうですね、最初がね、そう、最初の方はな、そう、私はもうお客さんの方通って行くねんけど、
もう笑っちゃうの、そうだねよ。で今日さ、メロスの道でさ、やってましたか？でかったさ、パーンってやるところあるやんか、はい、あそこめっちゃ強くやった、わかった？わかったね、わかったね。いつもここヒットすんねん、うん、ヒットヒット、ヒットすんねん、ここで、いつもみんなでさ、エアーでやるやん。あ、やります。そう、あのこの回るやつですか。そう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 、エアーでやっちゃったりすごい、めっちゃフィットすんねんな。すごい、そう、バリ力入ってて、やってるやってると思いながら、あとこうやって手合わせて、こうやって手上げていくときに全体重ゆうちゃんに、そうやね、かけてくんねん、やめろやと思いながら体幹鍛えてんねん。なんか鍛えられてそうやねん。そう、水って、24時間決まりましたね。やったー、楽しみ、もうありがとう、毎年本当に毎年ありがとうございます。10回目ですって、すごい、毎年さ、切れずにやってるのすごくすごいよな、嬉しいよな、嬉しい、本当に。しかも今回は青春というね、青春やって、何だっけ、青春ドリームやったっけ、なんかあ、ジャンプです、ジャンプか。もうあの、そもそもこの24時間、毎年の24時間ってめっちゃ少年ジャンプをネタにしてること多いんですよ。セイントセイヤとか、あ、そうで、あの、全ジャンプを、うん、そういうこと、やりきるんじゃないかと思って、だからじゃあそのジャンプって思ってました。じゃあゆうかワンピース見てるから、あの、ちょっとゴムゴムのなんかやらせてください。やっと和の国入ったから今。あれは違うんでしたっけ、キングダム、はい、キングダムって何やろな。キングダムは何やったっけ、違うとこなんだな、違うとこちゃう、何でしたっけ、みんな分からへん。ヒロアカヒロアカお願い、ワンピース、ね、ワンピース、ね、和の国、私はもうカメラマンさんずっとさいるやんか、じゃなくて、うん、もうヘア用意してダンサブルで、うんうん、あのもう固定カメラを何個かつけてほしい。あ、仮にいいこと思いつけました。何、なんかこう一部屋用意してもらって、うん、その中にこうカメラだけ用意して、あの、ゆみさん入ってもらって24時間あのゆみさんを監視するっていう部屋どういうことじゃ、怖い、人間は何時間この無人の部屋でを耐えられるのかっていう実験、うん、絶対ゆうちゃん一人でも喋ってそうやもんねなんでもうコメントとかも見れないって、やばいよ、え、じゃマジ真っ白な部屋で、携帯とかも見れない、やばいよ、あの、時間になるとご飯だけ入ってくる、やばいって、文句言う、誰が、どっから変になるかっておかしくなる誰が見たいねん、やばい、そんな、大丈夫、ダンサブルでやりたい、なんでダンサブルでやりたい、普通に楽しい企画をってことですか。そう、まあ、それはありがたいです、やってもらえたら、ね、実験台みたいなやめて人体実験人体実験やめて、猿じゃないんやからさ、やりたい、猿じゃないねんからさ、やりたいな、やりたいね、ゆうやさんありがとう、夜のコーナーがいい、絶対夜のコーナーやってですよね、心配せんでよ、ね、私たちもいくらでも使ってください、いや本当に、アイネさん言うとこ、アイネさん、私たちをあの、はい、使ってください、使ってください、あ、面白く使ってください、いっぱい使ってください、いっぱい使ってください、これ誰か送って、アイネさん言ってって感じですよね、近くにいる、あ、キングダムは週刊ヤングジャンプですって、あ、そうなんや、まあ、ジャンプはついてんな一応ね、うん、去年さ、ちょうど昨日写真見返しててんけどさ、はい、去年何しました、あの、スターウォーズやったよな、あー全然ジャンプじゃないですね、去年は意外とじゃん、うん、あ、確かにな、石田スベーダーとウーバッカと、あの、マイティーのあれは面白かった、あれは面白かった、あとコハタンの、あの白と青のロボットもめっちゃ可愛かった、コハタンいたのか、まだ一年、意外といた、そうなんや、ママトリぐらいまでいたもんな、確かに、そっか、3年ぐらい経ってるイメージ、なん、いやいや、まず、あの、7期がそんな、あの、前の2年ぐらいです入ってね、そっか、ね、あれ面白かった、懐かしい、去年は結構普通にクリスマス企画とかあって、うん、あったね、普通に可愛いサンタ着させてもらいましたね、うん、確かにな、あ、そうや、ほんでなんかプレゼント交換でゆうかおしゃぶりもらった、あ、もらってた、めっちゃ嫌だったやつ、めっちゃ嫌やぞ、もうかりゆう、もうね、ゆうかさんの顔見て、もう本当に嫌がってるって思ってゆうかと分かりやすくない、ほんまに恥ずかしい、いや、嫌ですよね、本当に嫌だろうなって思って、そう、でも手震えてたくないゆうか、本当に嫌だんだなって思って屈辱の瞬間、そうそうそう、最悪の罰ゲームでしたね罰ゲームなんか勝手に罰ゲーム受けてました、プレゼント交換やったのに、そうそう、懐かしい、でもゆうかあれ未だに持ってるわ偉い捨てられへん、そう、
何でしょう今年は楽しみだな。他に逆にそういうあのカニみたいな、うん、そういうなんかキャラないんですよ。笑ってんの？笑ってんの？いじってんの？いじってんの？笑ってんの？でももうやりましたもんねおでんで。そうやな。もうね、違うね。カニのカニ鍋がしたいの。そう言ってたな。去年やりましたよカニ鍋。は？そうなん？やってましたよカニ鍋。あれやってませんでした？やっててんけど、うん、カニ鍋自体やってない。あれをご褒美としてカニ鍋が出るよって言っててんけど。あれイカゲーム。聞いて、そのカニゲームやっていいんですか？その後の企画で、その後の企画でなんかご褒美にカニ鍋が食べれますみたいな話になってんけど、私食べられへんかって。あ、そうなんだ。なんで？おかしくない？かわいそう。かわいそうに。だから今年こそはカニ鍋。あ、なるほどね。カニ鍋ってゆうちゃん鍋ってこと？そう。カニゲームしたゆうちゃんが入ってるってこと？やばいやゆうちゃんの出汁ってこと？いや、俺が食べたい。もう食べろよ。飲むから食べろよ。いや、いやいや、お風呂の水飲むよ。やだやだやだ私がやだよ。いや何をさせられてんねん。いやおもろ。懐かしいですね。カニゲームから始まりましたよね。あ、そう、始まった始まった。あ、なんか前説じゃないけど、あ、そうだね、言ったら本編の前やったよな、うん、なんか一応いつもその1年に流行ったものやるじゃないですか、うんうんうん、今年何がだから流行りますかね、うん、アーニャ。あーニャやりそうじゃない？絶対やる、ジャンプだし。あ、そうなんや、はい、あ、そうなんや。どれがだからなんか何人じゃもう考えましょう。何人のアーニャ、何人かのアーニャが出てきて、うん、司会2人がそのロイドと、おお、2人がいてみたいな。ああ誰がアーニャだみたいな対決とか。ええー、いうかデグちゃんのアーニャめっちゃ可愛かった。可愛かったな。えでもさ子供たちいっぱいいるやんか。確かに。ハチキとかだからその中にいたりとかしたら。浮くってもう。なんでや。ねえねえなんでな。ちょっとそれはいやでも来てほしいなっていう。いややろ、それはもうコジリンが来てもらって。じゃあゆうかが夜さんしてコジリンがロイド。ロイド。あもう完璧ですね。できた。できた。できた。なんでやねん。でもこれは絶対あるな。アーニャはあるな。アーニャありそうやな。鬼滅もやりましたしね。だってじゃあ今ここ長いやつやってました。やってたな。アーニャと何やろな。何が流行っただろう。映画とかって何が流行ったんだろう。ガリレオ。ガリレオ。ガリレオ。ナンバにさめっちゃでかいガリレオ。ボタン知ってる？知らん。そうなんですか。うん、あのグリコのところに、めっちゃでかいガリレオいてん。知らなかったです。知らんかった。いかも見なかった。映画の時。何流行ったっけ？今年何流行りました？何流行ったんだろう。確かに何流行ったの。でもヒロアカとかも流行ってるもんな。はい、ぜひとも。ヒロアカでもやりそうじゃない？やってくれるかな。せいちゃんありがとうございます。あんまりなんかなんていうんだろう、超王道ではないんじゃないですか。あー、アーニャの方がみんな知ってるって感じです。確かにね。何やるのね。ずっとミラーボール回ってる。ありがとうございます。新しい感じ。ありがとうございます。ブルーロック。ワンピースでもありそう本当に。え、なワンピースさ、うん、和の国やからさ、なんか日本っぽい感じやね今みんなちょんまげつけて、あ、そうなんだ。そう、やっと追いついて和の国まで。長かったー。ほんまに長かった。絶対ワンピースはあるな。ちょっともう当てとこう。ワンピースとアーニャと、あ、歌歌、ワンピースの歌流行ってくる。確かに。あのこんな髪型の、はい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 、誰かやりそう。ピンクと白の、あ、そう、あキャラクターです、ね、アニメはその2つぐらいで、うん、そのなんか映画とかドラマとかそっち系で、うん、海外とかの。何やろ。イカゲーム。イカってか逆に去年なんですね、うん、イカゲーム。そうやね。やばい、時の流れ早い。みんなが見てたやつって何やろ。チェンソーマンもありそう。確かに。なんだろう、意外とあんま今年なかったんですかね。いや、その時熱中すんねんけど。あれ、あれは多かったですよね、ハロウィンとかでも。あの、見たやつです。あー、あの、マスクの赤いやつ、はい、はい、好きなやつです、ゆうみさんが。ゆうみさんがめっちゃ好きなやつです。あー、あの、あのペーパーハウス。ペーパーハウス。あー、そう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 。あれはめっちゃなんか流行ってましたね。流行ってたな。うん、そうやな、ペーパーハウス流行ってた。あられちゃんは？あられちゃん？なんで今？なんか時を超えてあられちゃんはずっと人気。楽しみやけど深夜枠がいい。
ね、自分でそこをさ希望していくのすごいな、さすがやな。でもやっぱ楽しいんですね、夜のコーナー。めっちゃ楽しいのよ、ね、サンタロー配信、サンタロー配信したい。めっちゃ押してくるやん。もう決まってますもんね。やっぱぜひともやっぱ白髪金太郎に。やっぱこうやってやってる時もセンターじゃないですか、いつも。え、ね、いつもこ気づいてますか、いつもこの並びでやってるんですよ、基本的に。確かに。あ、ほんまやな、ね、もうそれは自分から金太郎のポジション違うよ。来たいねんな。違うよ違うよ、金太郎を目指しろけどないよ。ずっと髪もキンキンになっていくし、ね、はい、キン声を殺してもうって言ってました。言えばいいやん。ねえ、ちょっといつかできたらいいですね。絶対しやから。なんか虫のコーナーありそうじゃないですか。虫好きな虫、ね、あめっちゃ虫だったから、ライブとかも確かに。いや、ゆうかちゃんちょっとさ NG で遠慮、ね、しときます。 NG で、 でもリアクションいい子がめっちゃ選ばれそう。そういうので頑張って。箱の中身は何だろうなとか。うわぁ、私な、私さ、ダンサブの時にさ一回やったやんか、箱の中身なんかやりましたね。やったな。そう、やった時にさ、フジテレビのやつやんな、確か。あ、そうそうそうそ う, そう、やった時にさ、蛇出てきた瞬間びっくりしちゃった。あ、ケレン、ケレンじゃないか、やってた、劇場でやってたやつ。劇場で、うん、劇場、え、あのあれですか、人形のヘビもダメだったってことですか。あれリアルすぎ。そうです、キモと思って。あ、そうですか。うん、じゃあヘビ用意します。え、そういう流れじゃないの。ちげえよ、伏線やな。ちげえよ、ちげえよ、ちげえよ。コジリンは女王蜂で。あ、そうですね、やってますので、はい、いいよ、それ MC しいいな。それね。それね、虫しいな。今年誰ない。マリ。自分がヘビになる。落ち着いた。キラキラ。落ち着いた。逆になんでそんなにマリ。なんかされた。前世で絶対なんかされてるような。ヘビに殺されました。気持ち悪い。それ一回無理ですもんね。うん、無理。カリ、あのヘビの絵文字で無理だったのめっちゃおもろかったです。なあ、やばかったよ、あの時。マジで可愛いヘビ無理やねん。可愛いヘビも無理。うん。ヘビが無理。マジヘビが無理。どうします、もし吸気とかでヘビ好きがやってきて。なんてね、吸気で。吸気でヘビ。そんなこと絶対喋らん。かわいそう。キオルだとか全部ヘビ。キモー。でも一個この前電車で見かけたで。あの傘のこの持つところがヘビやねん。ちょっとモザイク、モザイク、モザイクかけよう。マジで、何何何何何、ヘビ、ヘビや、しまったぞ俺。みんな、なんか口悪くなる、ほんまに。ほんまに、かわいい、かわいい、かわいい。バイバイ。ほんま、しばくで、ほんま、しばくで。アイドルと思えない。バイバイ。ほんましばくで。あ、やばい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 。ほんまに、私のほんまやめよ。すごい、やっぱさ、この私のファンと個人のファンめっちゃやるけど、はい、ゆうちゃんのファンの人一本もやってる。すごい。あーあー、誰や。うわ、やったな、やったな。めっちゃおもろ。彼のコメントのヘビーですよね。やーしばくだ。ほんまにあかんって言ってる。やばい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 ぞ。私さ、私さ、あの、その、あの、私さ、あの、嫌いなものさ、みんなさ、楽しんでさ、DM とか送ってきた人おって、それに対してガチ切れしちゃった。ごめん、聞いてなかった。ねえ、なんで？なんで？なんで？12年に1回ヘビ出してくるやん。あの時どうするの？え、12年に1回しかヘビ出してこないんですか？次、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 次。あのさ、ちょっと待って。ねえ、嘘だ、嘘だ。みーのやつ知らん。待って待って、そこから、そこからそこからですか。マイネームメイのキャプテン、やばい。次いつ、次いつ、え、分からへん。え、来年がウサギやろ。ねえ、そうだ、来年ウサギだ。ねえ、今、こ、トラやな。トラ、ウシ、トラ、ウ、タツ。タツ、あ、そうじゃないですか。タツは竜。え、竜なんてありますか、竜年。タツ、うんうん、リュウとかタツ、タツ、タツ、ミ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 、タツの次？ウシトラ、ウタツ、ミ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 じゃない？ミ、え、ヘビっていう、
何分からん。何ヘビ？馬。え、ヘビ年とかあんの？鳥。犬。ヘビ年とかあるの？あ、ミーヤの。ありますね。ヘビ年はね。じゃおばあちゃんとママがヘビ年やね。ほらミーヤ。ミーあと2年後です。どうすんの、どうすんの、いやまあ世界がヘビになるの、いやだ、そうですよ、気持ち悪い、明けましておめでとうでヘビのスタンプですよ、だからあれやで、ね、うわ私絶対私も年賀状書かれへん、年賀状なんだよツイッター開かん、12年、そっかまだその時は入ってないんか、うん、でも1回書いてるはず、1回だからもう入った時ぐらいじゃないですか、でも入った時だからそこまで嫌いじゃなかった、普通に見れるし、どんどんなんか無理になって、なんやろな、それなんなんだろう、ガチめにほんまにみんななほらほらなほらな怖い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 そうだなコメントやめやほんまにあかんねん、私はほんまにヘビあかんねん、今みんな笑ってなくてなあれすると思うけどな、ほんまダメですから、マジそういうのマジフリじゃない、ほんまフリじゃない、仮眠して頼むから、個人の顔めっちゃおもろかった、仮眠してくれ、仮眠してくれ、もう仮眠してくれヘビロシってるめっちゃヘビロシはカニロシです。ほんまに赤。ほんまやめよ。ゆみさんトラ年なんですね。あ、よかったですねトラで。ほんまやな。ほんまによかった。もうカニ、カニとヘビしかないもん今コメント欄に。ゆうかもうカニになってきた。カニばっかり。面白い。いや別にこっちのコメント読まへんからさカニ。ほんまかわいい、ほんま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 言ったらいいわ、ほんま芝生でカニ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 タコタコタコヘビヘビヘビなんでタコちょっと混ざって、あ、イカかイカやイカや、赤いからタコやと思った、イカですって、一時期な、なんかヘビの画像をつけてたら待ち受けにしたらお金降ってくるみたいな、あったあった、縁起いいね、そう縁起いいらしくてやってて一時期やってた、で私の携帯もな買い始めてな、それえそうだしたっけ、してたわってやられた顔もうずっと覚えてます、めっちゃ覚えてる、そうですよね、やった顔全然覚えてないですもんね、ごめんなさい、そうですよね、さっきも話してたんですよ、やったやった、なんかね、なんかあったよね、鍵穴鍵穴、あそうそう鍵穴で、やられた側はそう、カリンがユーミンさんの鍵穴を邪魔して、うん、あの若干、うん、あの何スタッフさんに怒られかけたっていうのがあって、うん、みたいな、私は覚えてなかったんですけど、うん、そうですね、やった側は覚えてないよね、こんなほんまに怒ってるやん2回目だった今日、ちゃんゆうちゃんの運気が上がるかなと思って、確かにいらねえよ上がるかな、え運気は確かに欲しいよ、あの蛇の抜け殻とかってお財布に入れたら無理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 でもさっきコメントにもあった抜け殻をお財布に入れたら金運が上がるって、うん、いい沖縄とかめっちゃあるじゃないですか、うん、蛇系、あそうなの、知らんかった、ハブッシュ、あハブッシュ、ハブッシュとか知らんかった、知らん、お先に蛇が使ってんのそうですよ、あそれは知ってる、で沖縄なんや、キモじゃあ沖縄に謝ってください沖縄のあれってちゃうのか沖縄の会社で来てる、もうあかん、私は蛇になるとマジでほんまもう口が悪くなるからやる人、まあ面白いなあかんねん、もう今日だから DM あんま見ない方がいいですよ、DM の DM ファンの方からの DM はぁ、だからもうそういうな、そういうのがなファンは喜んでなやってくるからな、だから見れないです、ね、じゃあもう私 DM 一切見ません、やばいやばいやばいDM 閉鎖、もうあかん、DM とコメント見ません気をつけて皆さん、気をつけて東京でじゃないと送ってくる方が悪いと思うね。だってこんだけ嫌いって言ってんのにな。確かに。だってみんな笑ってな、うん、あれしてると思うけど、うん、ほんまに嫌いな。ほら今だってなまだ送ってくれる人。どういう神経してんのほんまに。本当に本当に。はい。わかりました。気をつけましょう。気をつけます。気をつけます。はい。はい、気をつけます。悲しいよ。じゃない嫌じゃない。嫌でな虫がこうやってビーって絶対嫌ありますもんね、ろ絶対嫌、一緒一緒一緒、絶対嫌、集合体とか苦手です、あ無理、それをずっと見せられてんねんで、あ無理です、はいでしょ、嫌ですゆうかもうそんな喋れへんからもうこうなもん目つぶるシャットダウン、そうゆうちゃんはってなるから面白いからね、めっちゃめちゃわからんやん、怖いもん、怖いやん、わかります、わかります、でしょ、わかる、わかる、泣きそうになってるでしょ、うるうるうるってなってるかわいそうに、かわいそうに海ついてる、ね、取れた取れた
か、だいぶ時間経っちゃいましたね。確かに見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、じゃあランキング読みます。ランキング13位みゆちゃん、12位まおちゃん、11位ところちゃん、13位えがちゃん、ありがとうございました。12位ゆうじさん、ありがとうございます。11位うかうかおはるちゃん、ありがとうございます。10位ひろさん、ありがとう。うかうかみし。9位とりこぼずあったまぐでこぶいんさん、ありがとうございます。8位ぶやさん、ありがとうございます。もう怖すぎてコメント読まれへんよ。7位マムシバーさん、ありがとうございます。7位ベレッタさん、ありがとうございます。5位ケンイチアットマークチームへのおしさん、ありがとうございます。4位ともさん、ありがとうございます。3位チョコちゃん、ありがとうございます。2位ウーカメインの箱推しさん、ありがとうございます。1位せいちゃん、ミラーボールいっぱいありがとうございました。疲れたまだやってる疲れた、疲れすぎた、はい、皆さん見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。